いします。林芳正先生当選万歳万歳万歳。やっぱり、当選5度目ということでありますけれども、大変心から喜びをかみしめております。一つ一つこのここにお集まりの皆様、そして 山口県民の皆様のご支援の賜物だと、感謝の思いでいっぱいであります。安倍政権の中で5期目の林さんが今後果たすべき役割は何だとお考えですか？そうですね、政策の分野を中心に今までもいろんな仕事をさせていただきましたので、今まさに坂道をこの上り坂で来ておるところでございますので、手を離さないで、もっと押す力を強くしてですね、政策をさらに推進をしていくことによって、この豊かな平和な社会をですね、さらに進めていければと思っております。では